小沢和義のカズチャンネル。というわけで、お久しぶりです。おいっす。よくしゃべりいただきます。うん。見てるか。確かに持ち方が。俺がこうするのが気持ち悪いだけだろ。確かに。今日はじゃあ、福山さんに、はい、おもかしする感じでよろしいんですか。あ、じゃあちょっとずつ出して。はい、はい、よろしくお願いします。どうですか最近は。ありがとうございます。面白いものさ、 YouTube なんか一生懸命やるじゃないですか。一生懸命やったりとかしてなんかすると伸びない。こうやって普通にもうで普通にトークしてる方が伸びたりとかする。怪我するまで頑張ったりとかしてるのが本当伸びなかったよな。伸びとか面白かったけど、一発目でこけて足が指骨折してるのに全然伸びない。まだラジオも相変わらず。ラジオは今やってないんだよ。うん、1年ちょいぐらい前に始まって YouTube で初めてゲストがなるちゃん宮崎さんが楽しみです。宮崎とかはもう最初から参加してるもんだからさ。だから飲んべで焼き鳥屋さん行ってたじゃん。はい、そう、あれが飲んべだったじゃない。最初の飲んべのゲストだ。そうだ、一瞬のゲスト2回した時に私が登場したの5本目だったんですよ。5本目、はい、最初自己紹介して宮崎やってで協定が入ってやった。そういうことか。協定全国考えると、そうか。トロサワーですね。投資島のトロサワーを少しサワラ、はい、ブランドサワーです、ね、中トロトロスモーすごっ。ちょっとうなぎをちょっとやいつも焼いてるんですけど、はいはい、おぉ、はい、すげぇ。いや、今ちょっと氷で動かないようにしてますけど、普段氷締めずにそのままさばいちゃいます。うお、サワラになりますね。これ、まあ、香り付けで少しスモークなんかチップで、桜のチップ、綺麗桜、はい、桜です、ね、まあ、投資島のトロサワラですね。おお、まあ、皮目は少しあるので海苔のソースと一緒に召し上がります。あ、海苔ですかこれ。海苔ですね。塩かと思った。どういう？サワラですよね。サワラですね。めちゃくちゃ脂のってる。あ、これはシラス。蒸しイクラもシラスの。蒸しイクラも。はい。完璧にしたいです。いいね、こういうちっちゃいのが好き。あ、ありがとうございます。白焼き。ああいうの見たの、うん、そう、川中の独特の、だから全部消してなくて美味しいな。うまいこと言ってない俺、どうする。いや、1年の生活見せば。うん、お、かば焼き、いただきます。まず絞らず、
これハマチ系ですか？シマアジですね。あ、シマアジ高級魚だな。シトン下手だな。うん、秋でやったから本気。めっちゃ可愛い。いいよ。いいですか？あ、ついてる。食べるでトンなって話だよね。ローチみたいでしたよね。ローチやる。いただきます。一番好きな。ブツ。究極じゃん。塩炙り。いただきます。うん。一応から仕込んであげてよかったなって言ってください。終わっちゃうから。はい、それを見せます。素敵。僕は光ってるので、はい。おお。食べてみたら。ゆず？いや。超一の年号。一緒よ。十一秒。どれも美味しい。何も美味しい。これめちゃめちゃうまいぞ。ヤンニーよ。ラジオでやった時、棒読みだから。あの時はちょっとまだスイッチが入ってなくて。AI っぽくない？AI っぽい。AI っぽいよ。AI が作った美人みたいな感じ。あるじゃん、なんか今、インスタとか。あ、そうですね。ね、すごいよね、あれ。すごい、綺麗だね。なんかみんなめっちゃ可愛いじゃん、あの絵って。私今 AI でも本当にこういう四角いコンピューターの。四角いパソコンのやつだよ。それは意味わからんけど。なんかパソコンで喋るやつ。かぶったのこれ。はい。顔出てますけど。見てそれ。というわけで今日は2匹の奥さんにお邪魔しました。奥山さんです。皆さん。弟の。はい。明日の名前中継です。うなぎソムリエ。そしてパソコン女。またね、よかったら来てください。また YouTube で頑張ってお邪魔しますので、その時にはまたなんか違う形でもお邪魔しますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。